Tap here for your language. ああ、お腹が腹横筋が強いんじゃない。今回はお腹の上部より下腹部が気になるよって方にぴったりな腹筋方法、L腹筋を紹介します。今回の腹筋のいいところが、初級者でも上級者でもしっかり下腹を使うことができる。息をできるだけ長く吐いてキープできるので、腹横筋がしっかり鍛えられてお腹をへこませる効果が高い。お腹の出てしまう原因、反り腰、内臓下垂、骨盤底筋の低下、すべて解消できるメニューなので、一回でお腹がしっかり引っ込みます。デメリットが一つあります。息を吐く力が弱い人は、息を止めてしまったり、吐く時間が短いと、へこませる腹横筋があんまり鍛えられないんで、へこませる効果が少し減ってしまう。だけど今回の動画見ながら一緒にね、息吐く練習していくとお腹がすごいへこみますんで、一緒に頑張っていきましょう。まずは寝た状態で膝を抱えて腰を伸ばしましょう。お腹をへこませる腹筋をやる際は、腹筋に力を入れること、腰を伸ばすこと、息を長く吐くことをまずやってから腹筋メニューに入る方が効果的です。膝を抱えてキープです。ぐーっと膝を抱えて、もし首が痛くない人はね、ちっちゃく丸くなって腰をしっかり伸ばしてください。首疲れる人は寝たままでいいです。息を長く吐きましょう。はい、OK です。次はうつ伏せです。反り腰の人は腰が硬くて丸くならないんで、まあ丸めて反ってを繰り返すことで腹筋が使えてきます。脇の下に手をついて上体反らしです。よいしょ。もしね、お腹の方が持ち上がるんだったら手を前にしてください。ちゃんと固形部がね、床につくように手の位置を合わせてください。腰が硬い場合はちょっと体を揺らして伸ばしましょう。はい、 OK です。次、座った状態で手をお腹に当てましょう。お腹を引っ込めながら息を長く吐きます。行きましょう。ふーっとできるだけ長く吐きましょう。胸を張って一瞬で吸って長く吐きます。お腹がどんどんへこんでいくのをね、手で感じてください。吸って吐く、長く息吐きましょう。このへこませる力がすごく大事です。 OK。 ただ首がね、腹筋中は痛くなることがあるんで、しっかり上と下と上で伸ばしてから次メニューに入ります。いきましょう。結構腹筋メニューってお腹よりも首が痛いですってコメントが多いので、ちゃんとウォーミングアップをね、行ってからメインのメニューに入ると効果的に行えます。OK。 それでは L 腹筋に入ります。やり方をしっかり聞いて行ってください。呼吸は6秒から7秒を意識して吐いてください。それを2回。キープする時間は14秒です。2回の呼吸です。できる人は起き上がったままで、初級者の方は寝たままでいいです。足は片足が上。できればつま先を起こして膝を伸ばします。反対の足は下で少し浮かしときます。この状態で起き上がって7秒息吐いたら吸ってもう7秒吐く。1回戻ったら反対足です。これを3回行ってきます。初級の方は寝たまま、できる方は起きたまま。いきましょう。スタート。息を長く吐きます。足しっかり上げてね、腰床つけて、できれば膝伸ばしてね、腹部を効かしていきます。頑張って。 OK。 反対足も一緒です。呼吸は2回です。いきましょう。スタート。ぐーっと手を伸ばして、きつい人は寝たまま、できる人は起きて手を遠くに伸ばすイメージ。オッケー。このポイントはね、足が斜めにならないように
しっかり起こしとくと、これで下腹が使えますから、あとは息を吐く。2回目いきましょう。いきます、スタート。きついよって正面、少し足持っててもいいです。オッケー。いやー、やっぱり2回目は効くね。じゃあ行きましょうか。起きてスタート。オッケー。奥に効いてる、奥に効いてる。皆さんも効いてますよね。あともう一回頑張ろう。行きましょう、スタート。ああ、喋る余裕がなくなってきた。さあラスト行きましょう。息止めないように。いきます、スタート。ああ、お腹が腹横筋がシューってなる。腹横筋がキューンってなる。うおー。ここでお腹をさらに引っ込めるために大切なのが肋骨締めです。よくね、ウエストが寸胴の人はここの肋骨が締まってないんで、ウエストが太くなってしまいます。それを解消するのがこれ。うつ伏せから片足横に持ってきます。手は脇の下について体を起こす。足横に持ってきた方に振り向いて息を吐きます。呼吸は2回。いきましょう、スタート。ウエスト温度を引き締めて、お腹持ち上げて、 OK。 反対も一緒です。足真横、手をついて後ろ向き、いきましょう、スタート。次は足を横に持ってこずに、このまま後ろ向きます。いきましょう。これでね、肋骨が締まりますからね。確実にくびれができてきます。でも息は止めないように。 OK、 反対も一緒です。いきましょう、スタート。今回のメニューを1週間続けてみてください。確実にウエストが引き締まります。チャレンジした方はメジャーで測って1週間続けて経過をコメントで教えてください。